アリエです。ピンクラテティピ始まるよ。イエーイ。アリエ今日は一人なんですけど、今日はアリエのお料理企画。イエ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 イ、ボン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 何を作っていくかというと、ダダーン、はあ、甘いイチゴということで、今回はイチゴ飴を作りたいと思います。イエーイ。最近原宿とかでもめっちゃ人気だし、イチゴ飴が流行ってるので、お家でも作りたいなっていう方に紹介したいと思います。それでは作っていきます。レッツゴー。使う材料を見ていきたいと思います。まずはね、やっぱ肝心のいちごですね。あと次にお砂糖、あとお水、あと電子レンジ材料この3つの材料でね、いちご飴ができちゃいますね。じゃあまずはいちごのヘタを取っていきたいと思います。シャキーン、グイ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 っと、じゃじゃーん。いちごのヘタを全部取り終わりました。で次にね、串にいちごを刺していくんですけど、2種類の串を用意しました。いっぱい刺せる定番の串で、あとはこういうハードがついて短めの串です。刺していきたいと思います。こんな感じ、かわいいね。かわいい、かわいい。全部刺し終わりました。こんな感じです。飴の作り方を紹介したいと思います。砂糖と水、砂糖が3で水が1、3対1の割合で混ぜていきます。だけど今で、あ、いいいいよいいよ、美味しくなるよ。あ、すごい、なんかとろみが出てきますね。結構ね、とろみが出てね、いい感じになりました。今からこの飴を電子レンジでチンして飴にわーってかけます。500ワットで3分から4分様子を見ながら温めてください。メンチトースト美味しそう。美味しいですよ、めっちゃ。焼くんですけど、めっちゃ焼き焦げが美味しく、焼き焦げっていうかカリッとした、そうですね、うん、こんな感じで温めました。あ、ちょっと固まってきた、固まってきた。すぐに固まっちゃうので、固まってきたなと思ったら電子レンジして何回も繰り返すといい感じにしちゃうと思います。ちょっと固まってきた、固まってきた、固まってきた、あ、固まってきました。あ、透明感がいいです。いいです、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 OK、できました。イエーイ。え、超出来じゃないですか。キラ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 、まあ、編集でキラキラつけてもらってお店みたいでめっちゃ可愛いです。じゃあね、食べようかな。いただきます。うん、うん、いちごの甘酸っぱさと砂糖の甘さが混ざり合ってめっちゃ美味しいです。うん、パリッとはなんだかなさっきのちょっとね、サクッていかなかったので、こっちのやつを食べていきたいと思います。あ、うん、食べてんだ面白いから OK
みんなもいちご飴作ってみてください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。